本作は大野義満刀匠が有名な上杉家伝来の国宝太刀無名一文字三丁毛を見事に再現した太刀である。大野義満刀匠は1948年に新潟に生まれ、日本大学の宇宙医学部在学中より日本刀に興味を持つ。1969年に吉原義進度、吉原昭治兄弟の門弟となり、1987年に無鑑査認定となる。大野義満刀匠の作品における三丁毛写しとは、重華丁字の刃文に加えて刃巻元の少し上あたりに半刀状の飛び焼きが条件という。本作は刃文だけでなく長さも反りも中子の形まで限りなく忠実に写された素晴らしい一口である。国宝三丁毛は現在岡山県瀬戸内市所有で、備前長船刀剣博物館が管理している。